ウィリアムズ FW11 は、ウィリアムズが1986年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミューラ1カー。設計者はパトリック・ヘッド。1987年は FW11 バイトが使用された。コンストラクターズチャンピオンを2度、ドライバーズチャンピオンを1度獲得した。エンジンは1983年の最終戦から続くホンダ製。 ターボエンジンを搭載した。FW11 は1986年シーズンに投入された車両である。ウィリアムズ発の完全なカーボンモノコックシャシーとなった FW10 の後継モデルとして設計された。設計には GE のカルマシステムを使用した。開幕戦ブラジル GP にスペアカーも含め3台の FW11 が用意された。シーズンを通じ、 FW11 は6台が製造された。エンジンは、ホンダの RA166E を搭載した。前作である RA165E よりもスモールボア、ロングストローク化がなされた。また、FW11 から、ホンダによる無線を使用した、双方向通信が導入された。全16線のうち9勝を挙げ、コンストラクターズタイトルを獲得した。 ブラジル GP で優勝した、このマシンは、パトリック・ヘッドが設計したマシンでは初めて、デビューレースで勝利を挙げることに成功した。しかしドライバーズタイトルは、ネルソン・ピケとナイジェル・マンセルというチームメイト同士に、マクラーレンのアラン・プロストを加えた、激しい争いが最終戦にまでも連れ込み、結局プロストが、漁夫の利をさらう格好になった。グッドウッドフェスティバル・オブ・スピード2010で展示される。 FW11 バイト FW11 バイトは1987年シーズンに投入された車両である。エンジン面ではターボエンジンの最大ブースト圧を4バール以下とする新しいレギュレーションに対応した新エンジン RA167E を搭載。ポップオフバルブ対策として当時使用されていた 特殊燃料に対応した吸気温度コントロールシステムを新たに導入し予選仕様で1000馬力を超える出力を絞り出した。イタリア GP においてウィリアムズとしては初の実戦投入となるアクティブサスペンション車をピケが使用し勝利を収めた。コンストラクターズ、ドライバーズの両タイトルを獲得した。最終戦のオーストラリア GP には前線の日本 GP で負傷した。 マンセルの代わりに、リカルド・パトレーゼが登場した。ダブルタイトルを獲得したものの、チームからの扱いに不満を抱いたピケはこのシーズン、限りで、ロータスに移籍、ホンダも、ウィリアムズ側の運営姿勢に不満を持ち、ウィリアムズへのエンジン供給を打ち切り、ロータス・マクラーレンへの供給に切り替えた。コース上では最速を誇ったものの、短期間に多くのものが失われる幕切れとなった。 ありがとうございます。